皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか私は今日はですね、朝市で、浦臼町の方に向かいました。浦臼ウウ町長の川端町長も、小松議長も、中川議員も、高田議員も、柴田議員も、本当に皆さん駆けつけていただきまして、 地元の方々もありがとうございます。上村真美、本当に元気の頂い,いた朝でありました。そしてそれからですね。赤平の方に帰ってきまして。赤平市内のご挨拶回りさせていただいて。今日はですね。赤平に鈴木知事が見えまして。自局講演会ということで。ですから、今こそは明るいビジョンを述べていただいた。 いただいたとともにですね、えー、渡辺孝一代理士、また新藤道義、そして私とか、あと本当に空地、中空地を中心とした首長の皆様にもご参加いただき、また、次の統一地方選挙でですね、挑戦する方々、滝川の同意会議員、候補予定者の佐々木和代さん、また、赤平市の 市長の候補予定者であります、井上秀友さんにもご参加いただいて、本当に多くの皆様に、赤る夜の総合体育館にお集まりいただいて、ありがとうございました。深く深く感謝いたします。上村真美、講演会、そらち全域の皆様にもお集まりいただきました。本当に日曜日の夕方で、休みたいなって思っているとき、またいろんな、 ご予定がある中だったと思いますけれども、駆けつけていただきまして、感謝感謝でありました。本当に準備、設営していただいた皆様にも感謝申し上げまして、今日は本当にありがとうって寝ます <laughs>。本当に皆様の愛情たっぷり感じた一日でありました。ありがとうございます。日頃そういった方々に支えられながら、今は生かされてるんだというふうな思いでいます。また明日から、 上村真美の頑張ろう集会が各地域で始まります。本当にいろいろな方々にご協力いただいて、今の私の歩みがあることを忘れずに頑張っていきたいと思います。北海道議会議員2期目、上村真美、挑戦してまいります。よろしくお願いいたします。明日もいい一日でありますように。